はかりんこ、なんとね、今日はめっちゃ可愛いガチャ発見でした。ドゥルッドゥッドゥルッザシャン。まさかの、ニューオランダコレクション。これは嬉しいよな。ニューオランダの変で素敵なクラスメイトが勢揃い。奇妙で愛らしいヘンテコワールドが再現できるよ。種類はね、全部で5種類で、1回300円のガチャなんだけれども、5種類っつうかさ、1セットに2体ついてるから、全部で10個のフィギュアがゲットできるんだよね。これは嬉しいぜ、マジで。で、俺の狙いだったのがね、このエドガー&ワーラット。これが欲しかったんだよね。大好きなエドガー&ワーラット。しかし、俺がゲットしたのはね、ドゥルッドゥッドゥルルー。ニョキリ。超クオリティだけよ、マジで。やっぱ300円だけある。これは怖えな。これクオリティ高いし、素晴らしいんだけど、怖くね、ザン。すげえな、最高だ。クオリティだけ、めっちゃ見て。このクオリティの高さ。すごいよ、ほら。ペイントすげえしっかりしてんな。この腕と足の細さね、そして。最高。でもね、もうちょいスタンドでかい方が良かったな。すぐ倒れちゃう、これ。一応立つんだけどさ、すぐ振動で倒れるパタムって。で、ハムスターマミー。ハムスターマミーのこの可愛さ。やばくね。すげえ可愛いんすけど、ハムスターマミー。多分ね、回したらね、倒れちゃうと思うんだけどさ、ちょっと回してみる。すぐ倒れるから、これ。慎重に回せば大丈夫かも。スルリ。スルリ。危ない。スルリ。スタンドはね、ちっちゃいからさ、もうちょいね、でかい方がいいな、俺的には。揺れちゃうと簡単に倒れちゃうから、もうちょいでかいスタンドでしっかり固定したかったな。危ねえ、危ねえ。危ねえ、倒れるか。倒れるかい。危ない。お、来たぞ。無事一周できた。あー、くそ。じゃあ次回はさ、このエドガー&ワラと狙っちゃおうぜ。いやー、早くゲットしてえな。すげえ可愛い。見てこのフェイス。この顔フェイス。ははは。すげえ可愛い。早く全身コンプしたいな。バーヘルシングもすげえ楽しみ。うん。今回のも可愛いけどね、ハムスターマミー。ハムスターマミー。いや、最高でしょ。ハムスターマミー。じゃあ最後は、ハムスターマミーバイバイでしょ。いや、見てこの可愛さ。